ジクルフェナク、ジクルフェナクはフェニル酢酸系のヒステロイド性抗炎症薬、エンセズの一種である。主に下熱、鎮痛のために用いられる。日本ではナトリウム塩のジクルフェナクナトリウムが商品名、ボルタレン、ノバルティスなどで処方薬として販売されている。イギリス、アメリカなどでもナトリウム塩が用いられているが、少数の国ではカリウム塩である。 ジクロフェナクカリウムも用いられる。いくつかの製剤が、後発医薬品として製造されているほか、数カ国では、一般用医薬品、OTC 医薬品として承認されている。ジクロフェナクの安全性はかなり証明されているが、アレルギーを起こす可能性もある。ジクロフェナクという名前は、2、2、2、6、ジクロロフェニルアミノフェニルアシティックアシッドから、 命名された。ジクロフェナクの半減期は短いが、効果は6から8時間と長く持続する。これは、関節液、シノビエルフルードの特定の場所のみが高濃度になる、ことによるものである。ジクロフェナクは、シクロオキシゲナーゼ、COX を阻害することによって、プロスタグランジン合成を抑制するため、下熱、鎮痛効果があると考えられている。しかし、 胃の上皮でも同様の作用が起こるため、胃酸によって胃炎を起こす可能性がある。また、リポオキシゲナーゼ経路、リポフシジェネーズパスウェイズを阻害し、ロイコトリエンの合成を妨げている可能性がある。さらに、ホスホリパーゼ A プラを阻害している可能性もあり、これらがジクロフェナクの高い効果の原因であるかもしれないと考えられている。 ジクロフェナクの効果は、エンセズの中でも、非常に強力である。ジクロフェナクは、関節炎、痛風、腎血石、尿路血石、片頭痛などの鎮痛目的で使用される。さらに、小規模から中規模な手術後や、外傷、生理痛、脂痛、腰痛、筋肉痛を和らげるためにも使用される。ジクロフェナクを長期間服用すると胃にダメージを与え、 消化性海洋を引き起こす可能性がある。これを避けるため、ミソプロストールとジクルフェナクの併合剤、商品名、オルソテック・アーサロテックが使用されることもある。数カ国では、ジクルフェナクのジェル剤、及び一般用医薬品としての販売が認可されている。多くの国では、ジクルフェナクの点眼剤が、目の急性、及び、 慢性の非細菌性炎症の治療に用いられている。ジクロフェナクは癌による慢性痛や炎症の抑制にも用いられる。その結果、乳がんの骨転移の鎮痛に対して良好な効果があり、オピオイドより優れていることが分かった。ジクロフェナクはオピオイドと結合させることができる。ジクロフェナクとコデイン、それぞれ 50mg の併合剤は商品名、 コンバレンコミューバロンとしてヨーロッパでガンに対して用いられる。抗精神薬であるクロルプロチキセンとアミトリプチリンの組み合わせが何人かのガン患者に対する試験で効果的であることが分かった。悪性リンパニクガシュの発熱はしばしばジクルフェナクに反応する。放射線療法や化学療法によって発熱が収まった場合はジクルフェナクの投与は中止される。 長期間にわたって少量ずつ投与される場合は、アルツハイマー型認知症の発症を抑える可能性がある。また、ジクロフェナクがマイク25マイクログラム、ミリリットルの多剤体性大腸菌種に対して効果的であることが分かった。そのため、大腸菌による尿路感染症の治療に利用できる可能性がある。以下の場合は、原則用いてはならない。ただし、医師、 薬剤師の判断で使用される場合もある。以下の場合は、使用に際して注意が必要である。ジクロフェナクはよく用いられている薬であるが、いくつか副作用がある。一般的な副作用は次の通りである。吐き気、消化不良、消化器潰用、出血、肝臓酵素増大、下痢、ふらつき、使用及び体液体流、高血圧。 稀な副作用は次の通りである。食道海洋、心不全、高カリウム血症、腎臓障害、混迷、気管子痙攣、発疹。2004年、選択的 COX-2 阻害剤ロフェコキシブによって心臓発作が起こったため、ジクロフェナクを含む他の塩せズの薬剤も同様の副作用を疑われた。2006年4月までの論文と報告を分析した結果、 人を予者に比べて心臓病のリスクが1.63倍になることが判明した。しかし、このリスクより薬が持つ利益の方が大きいため状況に応じて投与されている。74,838人のエンせず、もしくは国旗支部の投与を受けている患者を調査した結果、ジクルフェナクによる心臓病のリスクが上昇しないことが2006年5月に報告された。 2006年9月、アメリカ食品医薬品局 FDA のメディカルオフィサーにより、ジクロフェナクが心筋梗塞のリスクを上昇させると結論付けられた。ジクロフェナクは胃や腸に対してダメージを与え、消化性潰瘍を引き起こす恐れがある。このような症状が現れた場合は即座に使用を中止しなければならない。肝臓に対する副作用がごく稀に起こる場合がある。 ものの、通常は、化学的である。肝炎が突然発症し、死亡する、可能性もごくわずかにある。長期間投与する場合は、肝機能の変化を調べ続けなければならない。ただし、短期間しか使用しない場合はあまり影響しない。パキスタンで、ジクロフェナクに暴露された動物の死体を食べたハゲワシが、急性人不全を起こして死亡した。エンセズは、 薬物に敏感な人、動物の腎臓におけるプロスタグランジン合成によって起こる腎臓への影響に関係している。腎臓では COX-1 と COX-2 の両方が存在するため、選択的 COX-2 阻害剤を使っても、この影響が出てしまう。そのため、薬物に敏感な人は、選択的 COX-2 阻害剤を使う。 場合でも予防措置をとっておかなければならない。ごく稀に骨髄への影響、白血球減少、無顆粒球症、血小板減少、再生不良性貧血などがある。これらは発見が遅れれば、後遺症や命に関わる恐れがある。動物へのジクルフェナクの使用により、インドア大陸の95%の地域では、ハゲワシの個体数が減少した。これは、 副作用の人不全によるものである。ハゲワシは、獣医によって、ジクルフェナクが投与された家畜の死体を食べる。家畜にはジクルフェナクが蓄積されているため、これを食べたハゲワシが死亡した。2005年3月、インド政府はジクルフェナクを段階的に排除することを発表した。メロキシカムは効果ではあるが、より安全な代用品として候補に上がっている。 インドア大陸で10年間に数千万羽のハゲワシが死亡したが、これは同時に人間の健康も脅かしていることを意味している。ハゲワシの数が減少したことで野犬の数が各地で増加した。野犬は狂犬病のキャリアであり、人間へも狂犬病を感染させるため危険視されている。ハゲワシの数が大幅に減少したため、絶滅危惧種に指定されている。 なお、パンジャーブでは、ジクロフェナクの使用が禁止されたが、徐々に、励ましの数が回復しつつある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。